はい、おはようございます。えー、今回ですね、日本ですね、日本で今結構大きな問題になって、電通関係になります。あの、オリンピック委員会高橋さんですね、この方は、まあ、いつも裏のボスというか、えー、結構牛耳っている方が捕まりました。で、今、角川うんぬんかんぬん捕まりましたけども、これね、いよいよ広がってくると思います。オリンピック委員会 IOC 組織がバッハ会長なんですけ、ね、ども、まあ、この人もね、どんな人かわかりませんけども、この会長も、この高橋 高橋さんに対してはこいつはちょっとやばいと前から言っとったらしいんですよねで、ね、この高橋さんがやめさせてくれやっていうこの要請もね出しとったっていうことが明らかになりましただから今日本の裏の内容っていうのが結構表に出てきますね。内容をお伝えします次は沖縄ですね沖縄知事選で、ね、デニーさんですねもうデニーさんがねやっぱり中国とめちゃめちゃ仲いいんですよね今中国は一帯一路運動可能やっていきますわって言ってます けども、デニーさんが中古に一回行きました。行った時に沖縄をうまいこと使ってるから他は言って何を抜かしちんね言ってねいやうまいこと使ってなってもうありえへんことをね発言しったらしいですね。でそれも中岡古が聞いてですねありがとうなのもう,うまいこと使うな言ってそんなことの会話があったみたいな内容をお伝えします。 次、アメリカですね。アメリカのビヨンデンとイギリスで優しい首相だったトラスさんですね。トラスさんの電話会談をしました。まあ、ビヨンデン、用受話器持ってたなって思うんですけども、この電話の内容が結構ね、すごいこと言ってましたね。内容をお伝えします。で、このイギリスのトラス首相に対して、老のプチンさんですね。もうプチン来てましたですね。もうイギリスのトラス首相に対して結構激しい内容を言ってはりましたね。そこの内容をお伝えします。最後に アメリカのトラさんですね。トラさんの片嘘続報ですっ、ね、て何本ほど続報出てくんねんって思うんですけども。あの、F の B の I、ビヨンデン陣営ですね。あの、わやってはいけないことはやっぱりやりました。あの、トラさんの操作するう々ぬかんぬんだけではなくて、その後ですね、パクってきた内容、パクったって言い方もあれですけども、その内容を機密情報らしいんですけど、暴露し出すっていうね <laughs>。 もうこれはね、やっぱりわざとかなと、まあ、そこの記事をお伝えしたいと思います。 まずは日本ですね。今日本で問題になっているオリンピック関係なのね、この高橋さんもっと電通の方になるんですけども、この方はやっぱ裏ボスなんですよね。やりたい放題やっとって、まあ今まではもう何の問題もなく終わってたんですけども、やっぱりその今はね、隠せない時代になりましたので、何やったんねんと、もういろんなワイのローとか、まあそんな受け取ったなっていうことで、言う捕まってます。この高橋さん以外にも角川ですね、ここもね、ドワンゴの親会社になり あるんですかね、この人がもう捕まってまして、もういろんなとろがもうめくれてるんですけども、その角川が東京五輪2020年開会直前の2021年7月20日に観光した新東京オリンピックパラリンピック物語っていうあのプロローグに東京五輪を1年延期した高橋さんの、まあ、捕まってますからね、高橋さんの功績を称える部分があります。まあ、角川と高橋さんっていうのは 結構ズブズブやったんでしょうね。まあ、あの、この関係だけではないと思いますが、一旦この角川と高橋さんの話になります。で、この部分の中に歴史的にも検証上も延期のないオリンピックを延期させるために高橋さんが動きました。で、アメリカのウォールストリートジャーナルに延期がいいとリークし、国際オリンピック委員会、あの IOC ですね。そこの先手を打ったと記述をしました。中止でもいいとか考えるけた IOC にとっては高橋さん 高橋さん、厄介な人間やったと。だから、いろいろね、高橋さんが邪魔をしてたとでは明らかになったんですけども、これ IOC 側も高橋さんはなんとか辞めさせてほしいっていなんかお願いをね、しとったらしいんですよね。これが明らかになりまして、この道書によりますと、高橋さんのおかげで東京五輪は2021年開催しましたけども、やっぱり な存在となった高橋さんをバッハ会長ですね、えー、この会長が辞めさせることはできないのかっていうことを森委員会長ですね会長に対して打診したことがあるらしいんですよね、まあ、IOC もあの高橋さんちょっとうっとしいなめんどくさいなみたいなそんなことがねあったみたいなんですよねでその話を森から聞いた高橋さんは一生したとなんか笑い飛ばしたっていうそういうこともねあったみたいな,んですな何が言いたいかって言いますと今,今回は たんま,ましたね。高橋さんが捕まりました。角川の人が捕まりました。次ね、誰が出てくるんですかね。結構大物の、まあ、政治もそうですし、経済界、えー、これね、捕まると思います。もうこの情報ね、分かり次第、えー、お伝えしたいと思います。 次は沖縄ですね。今、沖縄がね、もうほんまにもう日本のもういいと悪いの、この狭間にいるんじゃないかっていうところが来てるんですけども、このデニーさんですね、玉城デニー、もうバリバリの中国と仲良し、仲良しどころかまあウッドルやないかってね、そんなことがありまして、このデニー知事がですね、定例記者会見を行いまして、河野元外相が会長を務める日本国際貿易促進協会の法中団の一員として、 19日から19日に訪中をしていました。で、その訪中して、中国に行ってる最中に面談した。これ、さんですかね。副首相に対して、中国政府の提唱する広域経済、あの、県構想一帯一路ですね。それに関する日本の出入り口として、沖縄を活用してほしいと提案していたことが明らかになりました。何や、トンンとんねんと。どうですかね。いや、沖縄を長く。 うまいことを使ってなっていうことを発言しとったらしいんですねで。発言だけやったらまだいいんですけども、わざわざ中国に行って、で、まあ、いつも一応ね、偉いさんですから、偉いさんと中国の副首相と会談をして、あの、直接話をしてるんですよ。お願いをしてるんですよね。これはね、ほんまにこのデニーさん来たら結構やばいかもしれませんね。で、そのこう副首相は、あの、言われましたからね、うまいこと使ってなって言われました してくれといや、沖縄のそのデニーさんがうまいことを使ってなって言われたから、いや、じゃあじゃあもうありがとうな、ほんなんも使わせてもらうなと、もうやる気満々になってるっていう、そういうことが明らかになりました。 いや、このままデニーさんになってしまうと、ちょっとね、日本危ないですね。ここはちょっとなんとかしてほしないなと、えー、そんな風に思います。次はアメリカですね。アメリカのビヨビヨビヨンデンとえイギさんのトラさんですね、首相になりましたけども、電話会談をしました。ここでね、結構偉いことを言ってましたので、ちょっと紹介します。 ビヨンデンとトラス首相が電話会談をしました。でこの内容は老に対する対応なので協力を確認をしました。ビヨンデンは6日付、イギリスのトラス首相と電話会談を行いまして、祝意を伝えるとともに、 両国関係を強化し、牢に対して共に立ち向かうことで合意をしました。まあその辺は好きにやったけど、あ、そうですかとっていうふうに思うんですけども、ビヨンデンはツイッターでこう投稿しまして、両国の特別な関係を深く、えー、やってきまして、牢の進行を受け止めているウクへの継続的な支援を含めて、世界的な課題に対して綿密に協力していくと、えー、そういう投稿をしました。 いや、これ、一個前の動画でもお伝えしましたけども、ウクの中でもバレてもう出ますからね、なんかもう Y のローとかもうオーとか、もう悪いことをヨウさんやってるってことか明らかになってんのに、このタイミングでウクさんがの支援しますっ他か言うて、もうそれ全部どっか行ってまうぞと。で、それに対してトラスさんもこう同意をしてるっていうことは、どうなんですかね。まあまあまあジョンソンさんがおらへんなってトラスなりました。 なんかうまいこといくんかなと思ったら違うかもしれませんね。これは、ローのプチンさんも同じことを言うてまして。 イギリスの政治指導者の選出方法は民主的とは程遠いですよということでトラスさんのこの勝利首相になったとっいうことに対してコメントをしましたもうこれは間違ってますとそういう発言をしてましたローノプチンさんはトラスさんがイギリスの首相に就任したことについてイギリスでは首相を選ぶ手続きは民主主義の原則からかけ離れているという考えを示しましたプチンさんはローノを裏地を ストックで、開催されている東方経済フォーラムの全体会議でコメントをしましまたでその内容が、イギリスの首相の選出方法は民主的とはほど遠いです。前回の総選挙で勝利した政党内で行われている。これがちょっとおかしいと言ってまして、イギリスの国民は政権交代に関与できてませんと、与党のエリートは自らの目標を追い求めているということで、まあ、与党の中でボサボサジョンス そのま髪の毛ボサボサすぎやとやめてまいと、あのもう辞任します。で辞任した中で、その政党から選ぶっていうのはおかしいんじゃないかっていう言い方をしてました。ですね。<laughs> まあ、ボサボサジョンソンさんはね。ボサボサで辞めたわけではないですけども、もまブ、あ、ロードプチンさんはそんなことを言ってました。ですね。 まあ、トラス首相がですね、今後どういう動きするのかは、まあ注目したいところではあるんですけども、まあ、うまいことやってくれればいいんですけども、もしかしたらせえへんのちゃうんかっていう声もですね、結構出てますので、またこの情報分かり次第お伝えしたいと思います。 最後にトラさんですね。トラさん関係になるんですけども、あの、トラさんの家宅捜査に対して、まあアメリカ自身はもうやりすぎやと、やっとほどおかしいと、これもう連邦判事が発言とかも確定してますけども、もうそっか。 からやることが F のビドはビヨンデン陣営もう汚すぎやと、いうことがあります。ざっくり言うと、の情報を抜きました。抜くこと自体おかしいですよね。もうビヨンデンさんたち、あの、その、今抜いたものを触らんといてと、一時禁止というふうに判決出たんですけども、抜いた情報が機密情報すぎるから、うーん、じゃあもう、あの、週刊誌あげますだ。他言うて。 その、抜いた情報を週刊誌というか、メディアにね、渡してしまってるんですよね。やっぱりもう DS って言うんですかこの辺がやることはね、もうおパピーですね。ちょっと記事紹介します。あの、別の日、別のディープのステートも DS ですね。ここがリークをしてしまいました。外国政府のカーノクの能力を説明する文書は、先月トラさんのご自宅え、そこで F の B の I による家宅捜索中に押収されました。まあ、トラさん、いい 中でその監督の情報があったらしいんですけども、この文書は非常に機密性が高いため、f の b の i はワシントンポストにリークをしました。意味わからんとちょっと待てとちょ待てよですよね。キムタク出てきますよね。いや、機密性が高いためにワシントンポストにリークしましたの意味がわかりませんからね。いや f の b の i。まあ、その一般の人間ちゃいますからね。一応。こ,こ 他のねあの組織になると思うんですけども、これめっちゃ機密性高いやんほなワシントンポストほなあげますって何やったね言って、もうね何やっとんね案件ので、ね、連発ですよね。まあ、ここまで来ればもうまあ、ええかとまあもう分かったっていう話になるんですけども、まあ、F の B の I はそういうことをやってたといくつかですねお伝えさせてもらいました。もう F の B の I 何やったんか私ねグッドボタン高評価ぜひよろしくお願いします。それで以上になります。またまた、えー、よろしくお願いします。 ありがとうございします。